はいどうも、バンクシーです。今回もですね、霧の王国エンシュラウデッド、前回からの続き遊んでいきたいと思います。でね、前回は2人の生存者を救い出したところで終わったんだよね。まずこいつ、錬金術師のバルタサール、こいつとこいつ、カリウドのアサラン・スクリーって言ったかな、うん、この2名で、もともといる鍛冶屋のオズワルド・アンダース、この3名がね、今我が拠点にいるんだけども、今回はですね、前回できなかったら拠点の増築、これをねやっていきたいなと思うんだよね。で、石造りで作っていこうかなと思っていて、床だけはねとりあえず敷き詰めてあるので、これ上をね立てていこうか、2階建てにねしようかなと今のところは思っている。で、最終的にはこっちの家とつなげる感じだね。ちょっとね、木造と石造と2つ混じり合っちゃう感じになっちゃうんだけども、まあいいでしょう、とりあえず作ってみますか。そうで、撮影外でここにね砥石を置いたので、今ねこれ骨でね骨粉ができるんだよね、砕いて。これを作ることによって、ちょっとこれ邪魔だな、このねバルタサールから装備、錬金術師見習いセット言えてない、これが作れるので、これにね骨粉が必要なんだよね。これを作ってちょっとね魔法とか使ってみたいなと思ってるんだよね。まあいいや、とりあえず今日はじゃあ家作りやっていきましょうか。いやー、2階建てにしたいんだけど、うまくできるかな。うん、可愛らしい家にしたいけどな。作っていきましょう。壁、こっちから作っていった方がいいか。ここのね線に沿ってやらないと、よいしょ、こんな感じで。で、ここは窓にして、どん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 やっていこう。でここも窓にするか。よいしょ、うん、あー結構広いかもしれない。で、方向を変えて、よいしょ、これ大丈夫？位置的に大丈夫か。で、ここが窓になってね、向こう側はここが窓になってるから、ここを窓にして、で、1個壁にして、2個か、2個壁に、違うな、ここまた窓になってんな。はい、で、ここを壁と、よし、うん、いいね。で、こっちはどうしようかな、真ん中壁にして、ここ壁にして、2つか。よいしょ、ここは全部あれでいいか、壁にしちゃおうか。よっしゃ、こんな感じで囲いができたので、で、あとはこれがなんだっけ、これ床だよね、床を張っていこう。どういう感じなんだこれ、ちょっと待って、外からやばい、出れなくなったちょっと待った、そっか、ちょっとドア作ろう。で、1個この壁をやって、で、もう1個上に、あれ、うまいことはまらんな、いた、これやって、で、扉、あ、でかいな。ちょっと待った。これ、いらないのか？これいらない、ひょっとして。ずいぶんでかいね、扉。はい。いや、いらないことねえな。あれ？これどうやって処理する？ちょっと間が空いちゃってるな。床を置いていこう。床ってこんな感じだったっけ？これでいいのかな？なんか、合ってるかわかんないけど、よし、柱みたいなねえ、筋交いみたいなのがちゃんと入ってるぞ。俺、石材ってまだあるよね、大丈夫だよね。階段をどこに作るかだよな。あ、これで埋まるんだ、なるほど、これで埋まる、だからちょうどいい大きさだった。あー、よかったよかった。あ、いいじゃん、そういうことか、いいね。
すごいいいぞ。階段をどこに作るか。階段この辺に作りたいんで、階段、これだな。これだと、こんな感じか。ちょっと待って。よいしょ。うん。こんな感じで、上がっていくと。ああ、いいじゃん。いいね。上がれるね。このスペースで足りるね。よし。よいしょ。よし。ここの屋根を一回壊しちゃって、で、ここも壊しちゃおう。はい。ここも壊します。で、こっからだな、難しいのな。これはここに入れちゃっていいから。よし。あ、なんかちょっと響く感じがいいね。で、ここを屋根にしなきゃいけないんでしょ？これも一回壊して、うん。で、上に、またこれ壁を張っていこう。上に壁を張っていくんだけど、これ、ここもそのまま使うか。で、ここも埋めちゃおうか。ここも使えるようにしちゃおう。よし。うん。これでいいや。で、ここにまたさらに壁を立てます。よいしょ。ああ、いいね。ここ窓で、で、ここ普通。で、またここ窓か。で、ここ普通。よし。ああ、いいじゃない。そうすると、ここもね、一心にしたいな。よし。2階の壁までは張り終えた。一応、こんな感じだね。あー、木とね、ちょっと混ざっちゃってるから、どうなんだろう。いまいち感はあるけども、一応こんな感じ。うん、でもいいんじゃない？ねえ。よし、じゃああと2階の屋根、入れていこうか。2階の屋根は、石造りの屋根がね、できるようになったので、それで行きたいかなと思ってんだよね。石の屋根作っていこうか。屋根屋根。これだ。火打ち石も必要なんだ。いやー、ちょっと足らんかもしれんな。ちょっと足らないかもしれない。作れるだけ作っていこう。もうない。石がない。まず。石取ってきます。さあ、石をね、ある程度集めてきたので、今ね、82か。これで、火打ち石、ある火打ち石で屋根の部材作って足りるかな？火打ち石もしかしたら取りに行かないといけないかもしれないね。作りましょう。これで OK。これじゃ足んないかな？まあ、できるだけちょっとやっていこうか。よし、行こう。で、屋根。で、これで、石造りの屋根にしてみよう。これで、ん？ちょっと待って。こっちか。はい。どんな感じなんだろう。で、あー、やっぱそうか。こうなるか。やっぱこうなるか。これで、そうしたら、これだよな。これでいけない？ちょっと難しいか。こっちで、2メーターの方でやればいけるか。こうやってやって、こんな感じかな。ちょっと待って、これ下から見るとどうなってんだろう。あー、こういう感じか。
悪くはないか。はい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 、悪くはないね。よし、ただ屋根の部材が足りるかどうか。これ使ってみるか。ちょっと待って、ちょっとここをポコって持ち上げようかな。これがあんだよ、これ。これ使ってみようか。はい。ああ、壊しちゃった。はい。よし。これどう？ちょっと、下から見てみようか。一応、ここがちょっと隙間空いてんのすげえ気になるけども、まあ一応、できたよ。ちょっとこれもちゃんと、閉じて、うん。こんな感じ。あ、上になんか、なんだあれ？ちょっと、こっから上がってみてみようか。これ上なんかついてるぞ。こんなのついてんだ。あ、いいじゃん。この上にも上がれるっていうのもまたちょっといいかもしれない。よーし、オッケー。外見は完成。外見は完成。あとは、そっか。これ、窓枠入れてこうか。はい。あれ？ここなんか窓、少し上の形が違うぞ。え、これはこれでかっこいいんだけど。よし。入れて、入れて、この角度先入れちゃう、こっちの。入れて、よし。あー、結構いいね。家っぽくなってきたね。で、あとここか。よいしょ。よし。オッケー。あれ？あと一個入ってないとこない？んー？あと一個どっか入ってないはず。あれ？ここだ。よーし、できた。外見は完全に完成。外見は完全に完成。それでこのベッドを、そっか、ベッドってもう一個、もう一ランク上のやつがあるのよ。これこれ。粗雑な木製ベッドじゃなくて、あ、いいんだね。粗雑な木製ベッド。これが、毛皮か。毛皮か。毛皮取ってこよう。で、粗雑なマットレスは多分これのことだから、これを拾うってやれば、普通に、そうだよね。あと、毛皮4つか。ちょっと毛皮拾ってくるわ。いやいやいや、夜暗くなったな、これ多分。こんな暗くなかったイメージだけど。よし。じゃ、ちょっと一回、寝る前にそっか、作っちゃおう。これだね、できますね。粗雑な木製ベッド。ちょっとね、ランクを高めようかなと思って。ちなみに今、快適度レベル9でしょ？これが、どれぐらいに上がるのか。よし。で、これを置こうか。暗いな。はい、起きました。一回朝にします。よし、おはようございます。まあ見てもらえば分かるんだけど、快適度レベル2上がって11になったね。で、朝になったんで。で、あと、明かりが欲しい。明かり。明かり作る。これもちょっと動かそう。動かそう。よいしょ。この辺。ああ、いいね。この辺でいいや。そう。でね、椅子を置いたんだよね。この椅子も一緒にセットで置いとこうか。これもね、快適度が。1だけ上がったんだよね、レベル。椅子を。よいしょ。はい。うん。これで OK。で、インベントリーはしょうがないな。ここで、砥石も、砥石もずらすか。砥石はね、今作ってるから、これは後でにしよう。よし。で、松明というか、光源だね。家に置く光源が欲しいな。照明。何だったら作れる今。
これはいけるな。で、壁付け、これか。壁付け松明、これ置こう。これ何個ぐらい必要だろう。1、2、ちょ、樹脂が足りないのか。一応ね、今何個作った？ 7 個。7個か。ちょっと2階に置きたい。2階がね、相当暗かったんで、この辺と、あとここに1個置こうか。この辺、だいぶ明るくなるよね。高さ的に？この辺りか。この辺と、この辺。うん、これでだいぶ明るくなってると思うんだよね。あと3つ下に置こうかな。したら、この辺と、じゃあこの辺。うん。こっちはね、あの、炎の祭壇があるんで結構明るい。あと1個使わなくていいか。テーブルと椅子も作ろうかな。ベンチっていうのもあんのか。お皿とか。まあいいや、テーブル作ろう。テーブル作って、よし。で、ベンチ。ベンチも、2つほど作って、で、お皿。お皿。これいろんな種類があるけど、これとか、ちょっとなんか、適当に作っておいて、これを、テーブルと、こんな感じかな？これ座れんのか？大体。座れんのかな？拾うんだって、やっぱ座れはしないね。本当に飾りだね。で、今取ったお皿。これを、あ、こんな感じなんだ。この辺に1個置いて、このコップなんかも置いとこうか。コップもこの辺に。よし。こんな感じで置いておこう。うん。置いておくと。ああ、いいね。よし、できた。とりあえずこれでいいでしょう。うん。で、この人たちもちょっと動かそうかな、少し。窮屈だから。ここに移して、よし。はい。よし。こんな感じで、ちょっと振り分けて置いてみた。よし、オッケー。これでいいや。よし、じゃあね、お家の方もだいたいできてきたということで、最後にね、2つほどクエストの方をね、ちょっとこなしていこうかなと思うんだよね。で、やるクエストは、まずこれ。炎の祭壇と拠点の強化。これね、炎の祭壇が今現時点で、炎。祭壇稼働上限4つ。多分ね、これ4つまでいろいろな場所に置けるっていうことだと思うんだよね。で、炎の祭壇を置いとくと、そこがね、ファストトラベルの多分ポイントになると思うので、マップで言うと、ここ、岩塩港の位置、ここの近くに祭壇1つ設置しようかなと思っていて、そうすればいつでも塩取り行けるでしょう。まあ、塩がね、どれぐらい必要なのかちょっとわかんないんだけど、そう。で、もう一つやりたいジャーナル、クエストが、これだね。岩塩港の位置。これを、多分岩塩取ってくれば、終了だと思うので、この2つ、多分そんな難しくないので、やっていきたいと思います。あれ？これ。そうだ、火打ち石だ。ここにもあるんだ。ちょっと待って。この先だよね。ここフックある？フックない。あー、ちょっとややこしいとこ入ってきたかもしんねえな。ここにフックあんだ。え？これ、あされる。あ、釘だ。あ、塩ある。この辺なんだ。すげえあされる。これなんだ？シュラウド木材。シュラウド木材も置いてあるな。よし。これ下に行く感じだよね。違うな。場所的には、ん？ちょっと待って。
上なんだよな。あの上なんだよな。ちょっと待ってね。こっちじゃないな。この上だな。あ、こっちから行く感じかもしれない。よし、こっちから上がってこう。あ、いいね、いいね。この上だな、多分な。結構、高台にあるんだ、塩は。よいしょ。あ、近い近い。こっちだ。これなんだ？小枝。小枝か。ここにもいんのか。結構いるな。あ、はまってんじゃない？これ。多分ここ。オオカミの巣かもしれないね。なんかちょっと重たいな、ゲームが。よし。もしかしてさ、岩塩ってした？岩塩したかもしれない。シュラウドの中か。なるほど。この感じだと間違いなくそうだな。もしくはあそこの上か。下降りるか。よし、じゃあ行こうか。こっから行きましょう。これ上戻るときはこっちだよな。これってもしかして、わあ、戻っちゃった。あ、塩あるわ。しかも宝箱も隠れてた。ナイス。じゃあまずはジャーナルをこれにアクティブにしとこう。よし、行こう。鉱山っていうのがどこだかわかんねえんだよな。この下でしょ、多分。さあ、こっから6分。ん？危ない、落ちる。これは、あ、ヨブがあるね。これどうすんだ。よいしょよいしょ。これこっからいけるよね、帰りはね。この辺だな。この辺に塩があるぞ。エジャートン。おお、びっくりした。びっくりした。なんか読めなかった。なんだ、なんて書いてあった。エジャートン。クエスト完了。ここがそうなの？え？クエスト完了になってるよ。どこだろう。よいしょ。うわあ、魔法使ってくんのかい。よいしょ。よし。ちょっと待った。いっぱいいるな。レベル上がったけど。よいしょ。スキルポイントも獲得。でもダメージはそんな受けてないな。おう、さっきやったやつどこ行った？これか。よし。さあ、どうやって行くんだろう。こっちか。よいしょ。よし。これあれだな。なんかいるな。こん中か、多分。うおお。まあ、行ってみよう。やばいな、時間もないから死ぬ可能性ある。ちょっと待って、これ死ぬな。一回戻ろう。
一回戻ります。よし、行ってみよう。もう一回よいしょ。で、これどうやって、これが塩なのかな。違うよね、菌糸体だよね。やば、塩はどこで取るんだろう。宝箱、火薬玉。うわー、いっぱいいる。よいしょ、よし。あ、また読みもあるわ。巣穴、なんだこれ。やばいやばい、ちょっと待って。塩どこにあるんだ。これ塩じゃない。そうだ、塩これだ。はい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 、これが塩なんだ。ナイスナイス、なるほど。あ、結構取れるね。これが塩か。他にもあんのかな。あ、この辺違うか。中にもあんのかな。ちょっと行ってみるか、時間がまだあるから。これこっちから出ると、一緒だよね。おー、びっくりした。ちょっと待った、びっくりした、この野郎。おー、強っ。よし、パリパリ決まった。よいしょ、結構強いわ。塩がある場所は分かったけど、この中が何なんだろう。ただちょっとあんま行っちゃうと、これ塩か、これ塩でしょ。あ、オッケーオッケー。結局塩が取れるとこってことね、この中でね。よし、じゃあちょっとかき集めていこう、時間の許す限り。よいしょ、何個ぐらい取ってる ?50。いや、50どころじゃないな。100ぐらいあんな。もういっか。ちょっと安全第一でいこう。こっちか。これね、シュラウド内は、よいしょ。ファストトラベル使えないんですよ。なので、あれ取っちゃっけ?戻んの。おお!ちょっと待って、戻んのどっちだ?こっちだ。いるな、なんか。なんか撃たれた。スタミナがない。はい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 、ちょっと待ってる、お前ら。ちょっと待っててくれよ。まあいいや、ちょっとずらかります。わかんない、どっから撃ってるか、全然。あー、よかった。塩のある位置、とりあえずわかったね。ちょっと慌ただしかったけど、いやー、でもこれシュラウドもうちょい時間いられるといいな。うわ、なんだこれ。あ、こっから行けんのか。よっしゃ、じゃあこの辺の近くに祭壇建てよう。ここがいいか、ちょっと広いしな。場所的には、まあいいでしょう。こんな感じで。
もうちょい。はい。よし、来た。うん、クエスト完了だね。で、これで、炎を消すっていうのもあるわ。炎を消すとどうなっちゃうんだろう。まあいいや。あ、でも、ここは祭壇レベル1なんだ。おのおの祭壇のレベルは強化させなきゃいけないんだ。なるほどね。で、これでファストトラベル、ここにできるようになったから、ホーム1、ホームレ2、ホームが2つできました。で、巣穴っていうの見つけたね。ここも行きたいけど、まあいいや。で、ジャーナルの方が、うん。で、この辺だね。あとは、助けるのがあと2人いるでしょ。農家と、大工さん。で、この高級スペル、これも取り行きたいんだよな。うん、まあいいでしょう。よし、じゃあね、一旦この辺で終了しましょう。とりあえずね、今回家ができたので、自分的にはすごい嬉しいんだけどね。まあ次回ね、また続きの方をやっていきたいと思います。今回ね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ見に来てください。それでは。